新入生はこっちへ来い。父兄へのお披露目だ。嬉しいですね。楽しみですね、これから。綺麗な服。あ、お母様。まあ、立派な姿ね。おばさんがここにいてくれたらな。どういうことだ、知り合いなのか。知り合いかって、あなた。ああ、そう、あなたの寝室だったのね。なんかそわそわしてると思えば。ん、何が言いたいんだ。だから昨日見つけた子犬ちゃん、こんなに可愛くなったのよ。まあ、気づかないのも無理ないわね。これでもう野良犬なんて言えないでしょ。それじゃあ私は行くから、あとは同じ寝室同士仲良くね。あの、私もこれで失礼します。待て。バレてしまった。なぜ名乗り出ないのだ。挨拶をするのが礼儀だろう。また何か言われる。いや、いい、行け。はい、失礼します。よかった、何も言われなかった。入学おめでとう。歓迎する。な、何今の。あの人の行動の意味も、今体が動かない理由も、私にはまだまだ理解なんてできなかった。将校を目指す少女たちの軍国ラブストーリー、玉崎玉、行進子犬に恋文を、全国書店で発売中。せーの、一人者。行ってまいります。